徳島市は徳島県の東部に位置する市、徳島県の県庁所在地である。徳島市のブランドステートメントは心躍る水と徳島。徳島駅前徳島市は江戸時代に徳島藩の城下町として栄え、幕末には愛産業の発展で国内で人口が上位10位に入る城下町となった。徳島県の政治、経済、文化の中心都市であり、 古来近畿地方とのつながりが深く現在でも神戸、淡路鳴門自動車道や関西地方のテレビ、ラジオを通じて人的、物的、経済的な交流が盛んである。地理的には四国三郎と呼ばれる吉野川の河口に位置し、紀伊水道に面している。毎年8月のお盆期間に開催される当時の阿波踊りは江戸時代より約400年の歴史がある日本の著名な 伝統芸能の一つであり、阿波踊り期間中の4日間に、日本国内外から約130万人の観光客が訪れる。沿岸側から見た徳島市街吉野川川口に位置し、その三角州上に発達した都市である。東市内には138の川が流れる。東市の大半は徳島平野に位置し平坦であるが、ほぼ中央には東市のシンボルである美山がそびえ、 風光明媚な景観を作り出している。南部は山林が広がる山間部となっている。徳島市中心部周辺の空中写真。2009年4月29日撮影の52枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。国土地理院地理情報によると、 徳島市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは 19.33km、南北の長さは 19.44km である。市内の各地区は、徳島城跡や徳島駅のある氷炭島を中心とすると、東西南北に次のように位置している。また、内町地区より新町川を挟んで、美山寄りには新町地区があり、この2地区を合わせて、 中心市街地と定義されている。さらに各河川を越えると次の地区がある。そして悪意川の中上流域に上八幡並びにいる電磁区が広がる。美山ロープウェイから望む高層ビルが立ち並ぶ徳島市街地新町川と除人川の合流点。写真中央の建物は徳島県庁舎。市街地は瀬戸内海式機構と 南海型太平洋側気候のちょうど境目に一致している。南海上の湿った気流による影響が大きい点から南海型太平洋側気候に分類されることがある。ただ、降水日数や年降水量から見ると瀬戸内海式気候が明瞭である。西日本では珍しい、梅雨よりも、週雨や台風での降水量が多い地域である。か雨の都市、 台風襲来のない都市は、瀬戸内側の他の地域と同様に、降水量が少なくなる。しかし、夏から秋に特に台風で雨量が集中すると、南海型太平洋側気候の地域と、ほとんど変わらない。降水量を記録することも珍しくなく、年によって、降水量が大きく異なる。典型的な海洋性気候で年間を通じて、温暖であり、高層や冬日は、ごく稀であり、 冬季の最低気温の平均は四国4県の県庁所在地中で一番高い。また日照時間は全国的に見て長い方であり、県庁所在地47地点中で第6位である。年平年値は気温摂氏16.6度、降水量1453.8ミ、mm、リメートル、日照時間2092.9時間1ミリメートル以上の降水日数。 97.5日年である。人口は約25万人と、四国の県庁所在地の中では最も少ないが、徳島都市圏の人口は68万人となっており、松山都市圏とほぼ同規模である。これ以前については、徳島城歴史、遠隔を参照。 徳島市長1909年10月29日制定裁判所、内閣府警察庁消費者庁総務省法務省、検察庁財務省国税庁厚生労働省、農林水産省林野庁国土交通省気象庁、海上保安庁防衛省警察消防当市は、四国の県庁所在地の中では唯一、平成の大合併を行っていないが、徳島県などが合併構想を持っており、 徳島県市町村合併推進審議会の、答申では党首を含む合併構想について2つの案を示している。一つ目の枠組み案は、小松島市、勝浦町、上勝町、佐野内村、明財郡及び、板野郡の各町を含むもので、この枠組みで、の人口は約45万人となる。もう一つの枠組み案は、一つ目の枠組み案から、板野郡を除いたもので、 この枠組みで、の人口は約35万人となる。また当市は、第四次徳島市総合計画などで合併に、前向きな姿勢を示しており、40万人規模の中核市とすることを目標にしている。しかし、周辺市町村の足並みが揃っていないなど合併には、数多くの課題を抱えているため、当市は、周辺市町村に呼びかけて、徳島東部地域市町村長昆和会を設け、 共通の行政課題や地域のあり方ついて話し合うことで将来的な合併に向けての足がかりを得ようとしている。2010年、東部地域市町村長懇和会に参加する全市町村が参加した定住自立権を形成し、当市が近く中心市宣言を行うことを発表した。2015年、徳島市は隣接する小松島市と合併して40万人規模の 中核都市とする計画を断念し、徳島市のみで中核市を目指す方針へ計画を変更した。これはこれまで中核市になり得る条件として、市人口が30万人以上だったものが20万人以上に引き下げられたためである。江戸時代より、阿波国、徳島県の経済の中心であり、四国でも県庁所在地の高松市、松山市、高知市と並び重要な位置を占めている。 江戸時代から明治時代までは藍や木材の集散地として大いに栄え、全国でも有数の商業都市であった。古くから大阪など関西地方とのつながりが深いことで知られており、明石海峡大橋の開通後は、それがさらに顕著になっている。大正以後は藍産業の衰退に伴って一時停滞を余儀なくされたが、藍商人が、 長年蓄積した富を資本にした金融機関の設立や、貿易、製紙、電力などの近代産業の発展が見られ、現在の経済の基盤が築かれた。太平洋戦争の徳島大空襲により、市街地は焦土と化したが、戦後いち早く復興し、高度経済成長期には新産業都市の指定を受け、化学工業を中心に工場の誘致が進むとと,ともに、製材業、 木工業といった従来の産業も発展した。1998年の赤市海峡大橋海通前後には流通産業や関西系企業を中心とした製造業の立地が進んだ。年間商品販売額は四国の市町村中で高松、松山、高知市に次いで第4位であり、年間製造品出荷額は第6位である。 製造品出荷額は4998億円で徳島県全体の3分の1ほどを占める。ここ数年増加傾向にある。化学工業の占める割合が高く、製造品出荷額では全体の68%を占め、順調に増加している。これは川内地区に徳島工場を持つ大塚製薬をはじめとする大手企業よるところが大きい。その一方で、 機械産業や木工業など他の分野は減少が続いているものが多い。重化学工業が占める割合は約73%である。就業者数は11740人であり、これも化学工業が最も多く約30%を占める。重化学工業の占める割合は56%である。一方で事業所数で最も多いのは 食料品業の約18%や家具、装飾品業の約17%であり、価格は20件にとどまる。重価格が占める割合も28%である。古くからの代表的な工業としては、木材業や飛行業がある。津田海岸町にある徳島県木材団地は、木材団地として全国屈指の規模を誇り、倒木仏団は徳島県が、 全国一のシェアを占めている。木工業は伊東地区、沖ノス地区一帯に集中している。食料品業では日本ハムが徳島市発祥の企業であり、現在でも県内に工場を持つ。また、徳島製粉も市内に本社、工場を持つ。地区別の製造品出荷額では川内地区が全体の約75%を占め、ついで、 鴨モ地区の約5%、沖ノス、王神、国府、津田、八万、不動の順である。主な工業団地、及び工業地投資の年間商業販売額は約1兆円であり、徳島県全体の6割強を占める。この額は、鳴門市発祥で、川内地区に主要生産、研究拠点を持つ大塚ホールディングスの年間売上高と、ほぼ同額である。 年間商品販売額のうち、卸売販売額は7228億円、小売販売額は6204億円である。いずれも減少傾向にある。卸売業は県内向けの商品が主に取り扱われているが、本州から四国各地への商品の流通も明石海峡大橋の開通後増加している。小売業は徳島駅前に、 百貨店などの大型商業施設、沖浜や富や街道といった市街地周辺にロードサイド型の店舗が数多く立地し、徳島県内全域から集客がある。しかし、近年では、近郊の板野郡北島町や藍住町などへの大型商業施設の出店により、市外からの集客は減少傾向にあり、市民も市外で買い物することが増えている。さらに、 赤市海峡大橋、高松自動車道の開通により、関西や香川県への消費流出も指摘されている。各地区の年間小売販売額及び主な商店地区、大型商業施設の立地百貨店大型商業、施設市街地では、すべて JR 徳島駅前に集まっている。かつては、東新町商店街に、 丸新百貨店や大英徳島店などが集まっていたが2005年までにすべて閉店しその後大型商業施設は立地していないまた万代町に先南末広町にジャスコの入居した徳島リバーシティがあったがそれぞれ2008年2009年に相次いで撤退したスーパーマーケット地元資本の勢力が強く複数の地場スーパーが チェーン展開を行っている。かつては大英、ジャスコ、サティもあったが、相次いで撤退した。店舗数は増加しており、市街地や郊外を問わず、市内一円に立地している。競争が激化しているため、徳島県産の生鮮食料品の販売に力を入れたり24時間営業を行ったりするなど、各店が様々なサービスを展開している。 商店街徳島市の定義では、中心市街地は内町地区と新町地区から構成されており、主に次の商店街がある。アーケードがあるのは東新町、籠屋や超商店街などであるが、その長さは約 1.5km で、四国の多県とに比べると短く、店舗の集積度や通行量も少ない。これは市街地の商業の中心がアーケード街ではなく、 徳島駅前となっており、デパートなどの大型商業施設が商店街に存在していないことや、市内には施設がなく自家用車による移動が多いため、郊外店に有利な状況が続いているためである。かつては百貨店や大型スーパー、映画館、劇場が集まり、徳島県下は元より四国でも最大の繁華街を形成し、最新の流行。 文化を得られる場所として賑わった。しかし、昭和50年代以降、モータリーゼーションの進展に伴い郊外の大型店に客を奪われ始め、さらに1983年に祖号の入ったアミコビルが、1993年にクレメントプラザが徳島駅前に開業したことから衰退が加速し、現在では大型商業施設や映画館はすべて姿を消し、 通行量も昭和40年代の5%ほどにまで減少している。徳島市は反省時代から商業都市として栄え、全国の従大都市として古くから市街地の規模も大きかった。中心市街地周辺にも反省時代からの歴史を持つ中小商店街が多く存在している。また、戦後開発された郊外型の商店街もある。映画館かつては、 新町地区を中心として30軒を超す映画館があり、県内一円からの集客を誇った。しかし、2001年に隣接する北島町の富士グラン、北島にシネマコンプレックスのシネマサンシャイン北島がオープンすると次々と閉館し、2006年に幸い町の徳島ホールでの風切り映画の上映を打ち切ったのを最後に、市内の映画館は全滅することとなった。 県庁所在地であるのもかかわらず映画館が全くないという状況は市民の間でも問題となり2008年の徳島市長選挙では原秀樹市長が映画館の復活を公約に掲げたほどであったその後徳島市はアニメーション制作会社 u f o テーブルに依頼してアニメ映画を中心とした映画館を東新町商店街に開館することを決め 2012年春に u f o テーブルシネマが完成した。2015年7月末にイオンが徳島市にシネマコンプレックスを備えた大型商業施設イオンウォールの出展を計画していることが判明。翌年の着工を目指しているとされ、完成すると u f o テーブルシネマ以来の本格的な映画館が市内に開館することとなる。 その他徳島県に本社を持つ金融機関の多くが、投資に本店を持っており、大手、地方銀行、証券会社、保険会社などの支店も集中している。投資に初めてできた銀行は、地元愛商人の久住め次郎が1880年に設立した久住銀行であり、全国第6番目の銀行であった。市内に本店を置く、金融機関市内に支店を置く、 金融機関中央銀行及び政府系、金融機関メガバンク、信託銀行地方銀行四国に本店を持つ銀行はすべて徳島市内に支店を持つ。第二地方銀行四国に本店を持つ銀行はすべて徳島市内に支店を持つ。労働金庫信用金庫信用組合証券会社など投資は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療従事者が非常に、 多いことで知られており、人口あたりの病院、診療所数は全国の市町村中4位、医師数は同19位となっている。徳島県全体で医療従事者数は全国的に非常に多くなっているが、とりわけ当資に数が集中し、医師数で3分の2、医療施設で約6割を占めており、全国でも最高クラスの医療激戦区となっている。市内に 医療従事者が多い理由としては、徳島大学の存在が指摘されている。同大学は、医学部、私学部、薬学部が揃う四国で、唯一の大学であり、長年にわたり多くの医療従事者を輩出している。特に医学部は、戦前の設立であり、1973年に、愛媛大学に設置されるまで四国で、唯一の医学部だった。私学部、薬学部は現在でも、 四国の国立大学では徳島大学にしかない。また、徳島分離大学には薬学部と保健福祉学部、四国大学には看護学部があり、医療、福祉関連の専門職を数多く育成、排出している。医療施設、従事者の集中とともに、製薬などの医療関連産業も発達しており、市内には大塚製薬といった大手製薬メーカーの工場や、 研究所が立地しているほか、関連地場産業の発展も見られる。徳島大学との産学連携事業が盛んである。病床数百床以上の病院のみ記述する。このほか、隣接する小松島市に徳島赤十字病院、鳴門市に徳島県鳴門病院、吉野川市鴨島町に国立病院機構徳島病院がある。鳴門教育大学と徳島工業短期大学を 除き、徳島県内の大学はすべて本市に立地している。また、県内の高校のうち2011年度現在で存続している私立高校はすべて本市に集中している。本市に大学が設置されたのは戦後に入ってからだが、戦前には徳島医学専門学校などの国立専門学校が集中して開校し、四国の高等教育の中枢を担った。 現在でも四国で岩薬学部の揃った大学は徳島大学のみであり、また同大工学部の学生数は中四国の大学で最多である。1875年には福沢諭吉の方針によって慶応義塾の私塾も開設された。同塾が私塾を開校したのは全国で大阪、京都、徳島の3都市だけである。 徳島大学、徳島分離大学、四国大学、太寺の学校には制服がある。穴吹デザインビューティーカレッジ、穴吹福祉医療カレッジ市内に河川が極めて多く、橋の建設に多額の費用と高い技術が必要となるため、道路、鉄道整備は遅れた。徳島市は四国の県との中で唯一私鉄が走っておらず、また慢性的な交通渋滞が生じている。 私鉄が走っていない分、市内の公共交通は JR 線や路線バスに頼る面が大きく、JR 徳島駅の乗降客数は JR 四国の駅の中で第2位となっている。関西方面への公共交通機関は高速バスが担っている。かつては高速船や航空機も多数発着していたが、明石海峡大橋開通後に全廃された。 JR 線は、徳島駅を起点として、高徳線、徳島線、麦線、鳴門線の列車が発着し、通勤、通学を主体とした輸送が行われている。都市間連絡は、高徳線に特急、渦潮が高松駅へ走り、香川県や中国地方への連絡が図られ、また、徳島線には、特急、県山が、阿波池田駅へ走り、 高知県方面への連絡が図られている。関西方面並びに松山市方面には所要時間、料金面からも高速バスが圧倒的に有利である。なお、市内に電化されている鉄道区間はない。高速道路は吉野川北岸を徳島自動車道が通っている。かねてより徳島インターチェンジナルト IC 間の工事が進行しており、 2015年に開通した。この開通により、関西、中部、関東から愛媛、高知方面へ向かう自動車、高速バスはほぼすべて、徳島市を経由するようになった。航空機は、隣の松手芸町に、徳島飛行場があり、東京、福岡便が発着している。徳島市は、日本初の定期航空路線が開設された都市である。カーフェリーについては、かつては、 阪神方面に多数航路が存在したが、2019年6月現在では、徳島港から和歌山港を結ぶ南海フェリーのみである。また、東京、北九州へオーシャン東級フェリーが運行されており、これは四国と関東を結ぶ四国唯一のフェリー航路となっている。市内交通はマイカーと自転車に頼るところが大きい。特に自転車は雪が降らず、 晴れの日が多いことや、坂道が少ないこと、公共交通機関が不便なことから、通勤通学や日常生活の足として欠かせないものとなっており、全国に先駆けて、昭和40年頃には歩道に自転車専用レーンが整備され、徳島市の交通機関に占める自転車の分担率は、全国の都道府県庁所在地で最高となっている。道路については、道路整備の遅れから、 朝夕の渋滞が慢性化しており、現在徳島環状道路の整備が進んでいる。徳島駅前徳島市内を走る鉄道はすべて JR であり、四国の県庁所在地で唯一私鉄が通らない市でもある。高徳線が、佐古地区から吉野川北岸の内陸側の大人地区にかけて市街地では、徳島線が美山の北側、麦線が美山の東側を通っている。 東市内をはじめ、徳島県内全線全区間が非電化であり、電車は全く走っていない。また、路線は、吉野川の川幅の広さや消火線の多さ、微山、四国山地等の地形の障壁を軽減するように、通っている。そのため利便性が高い地域は、あまり多くない。関西方面への移動は、瀬戸大橋を経由しなければならない鉄道よりも、 赤市海峡大橋を通る高速バスの方が圧倒的に速く料金も安いため四国の他県都と,と違って同方面への鉄道需要はほぼ皆無である高知市松山市への移動も鉄道より高速バスを利用する人が多いため中長距離移動で鉄道を利用する人はかなり少ないこれが当時の鉄道路線が電化されない理由の一つになっているただし 通勤、通学などの近距離輸送の需要は比較的高く、徳島駅の乗降客数は高松駅に次いで四国第二位になっている。これは市内の朝夕の道路渋滞が激しいことや、徳島駅前にごうなどの大型商業施設が集中し、投資最大の繁華街が形成されていること、路線バス、高速バスがほぼ全て徳島駅を起点としており、 鉄道との接続がスムーズであることなどが理由として挙げられる。しかし、少子化による通学需要の減少や中心市街地の衰退に伴い利用者は減少傾向にある。路線バス市内に私鉄や地下鉄が通っていないため市街地内や市街地と郊外を結ぶ公共交通機関として重要な役割を果たしており、通勤、通学や高齢者の買い物や 通院の足となっている。ほぼすべての路線が JR 徳島駅前を発着点にしており、JR や他のバス路線への乗り継ぎが分かりやすくなっている。最大の運行本数を持つ徳島市交通局の1日の乗客数は約1万4000人である。5分以内の間隔で運行されている区間が存在するなど、 私鉄がない分多くのバスが運行されているものの、最終便が早く、大半の路線で21時台となっている。モータリーゼーションにより、全国の地方都市の路線バスと、同じく利用者の減少に悩まされている。また、朝夕ラッシュ時は、交通渋滞のために遅延が頻発し、自転車やバイクを利用する方が早いことが多く、特に近距離の通勤通学利用は少ない。しかし、 運転時には自転車が利用できないためにバスを利用する客が増え混雑する。均一運賃の導入による料金体系の見直しや循環バスの運行、運転手のサービス改善といった対策が行われている。徳島市交通局では近接した路線を統合して循環バスを新たに開設したり、利用者の少ない路線を福祉バス化したりするなどの経営改善策が図られ、 徳島バスでは、好調な京阪神方面への高速バスでの収入により、路線バスの赤字を補っている。2010年9月26日と10月31日の2日間、徳島市の町に行こうよ。事業の一環として、市内を発着するすべての路線バスの運賃を一律100円にする社会実験が行われた。期間中、利用者が大幅に増加し好評だったことから、 2011年3月までの間、各月の最終日曜日に継続して実施されることになった。実施日に合わせて、中心市街地で様々なイベントが開催されることになっている。徳島市内を発着する路線バス企業高速バスすべてあたりしない発議、または徳島市内のバスストップに停車する高速バス路線。大半は JR 徳島駅発着である。 関西方面へは、料金、時間ともに鉄道に対して圧倒的な優位性を持っており、同方面へ1日100往復を超える高速バスが運行されている。徳島バス JR 四国バス徳島バス JR 四国バス共同運行会部観光その他、高速バスストップ投資の主要幹線道路は、徳島本町交差点を中心として、東西南北方向に走っているのが特徴で、 吉野川、悪意川、勝浦川など多くの河川や美山といった自然の障壁に阻まれて、徳島市を通過する自動車のほとんどが中心部に集中するようになっている。交通量の増加に伴う道路整備は自然の障壁の多さや用地買収の難航のため遅れており、朝夕の通勤時間帯には、市街地やその周辺、吉野川に架か,かる橋付近で、 激しい渋滞が発生している。高速道路一般国道起点勝時橋上、悪井橋主要県道市内を走る主要県道一般県道市内を通る一般県道最寄りの空港は徳島空港。乗り入れている航空会社徳島市に新聞が送還したのは1876年であり、戦前には徳島毎日新聞と徳島日日新報の西発行元が 徳島県域をエリアとして新聞を発行していた。この2社は激しい報道合成や公読者獲得競争を繰り広げたが、1941年に新聞統制に基づき統合され、徳島新聞となった。ラジオ放送は対象末期に NHK 大阪放送局会局により聴取が可能となり、1933年、高知に次いで、 四国二番目の放送局として日本放送協会関西支部徳島支所が開局した。同局は、阿波踊りや阿波吉子の,の名手を恋さんの歌を放送し、これらの全国的な知名度の向上に貢献した。戦後、1952年には四国放送が中四国発となる民間ラジオ放送を開始した。テレビ放送は、1959年に NHK と 四国放送が開始した。徳島県内は民間放送はその後開局しなかった。NHK 徳島放送局徳島新聞社本社、ケーブルテレビ、徳島本社徳島市の観光客入り込み客数は年間229万5000人である。1998年の明石海峡大橋の開通や徳島を舞台にした映画ビザンや バルトの楽園の上演によって増加傾向にある。市内の主要な観光地としては、市のシンボルである美山、徳島城跡、阿波踊り会館、徳島県文化の森総合公園、と、島動物園、阿波十郎兵衛屋敷がある。また、市内には、四国88カ所の札所のうち、13番台日時から17番井戸、寺までがある。いずれも、 市の郊外に位置している。徳島県立図書館徳島県立博物館、鳥居記念館、近代美術館、21世紀館、徳島県立文書館徳島城一宮城旧、徳島城兵庫天庭園県チョピア、新町川水際公園徳島中央公園は、徳島藩主八塚市の居場であった、徳島城跡に整備された公園であり、日戸公園に次いで、 全国2番目に整備された西洋式公園としての歴史を持つ。桜の名所であり、徳島城博物館や表御殿庭園などがある。徳島市内長小学校の生徒らは、卒業に伴い、タイムカプセルをこの公園敷地内へ埋める。しかし、無関係のものに無断で掘り返されるなどの事態は未だかつて起こったことはない。ビザ山は、 徳島市のシンボル的存在として市民に広く親しまれており、山頂へはロープウェイや自動車で登れる。山頂からの眺望は素晴らしく、夜景は日本夜景遺産に指定されている。県立の図書館、博物館、美術館は市郊外八万町の徳島県文化の森総合公園内に集中している。かつて県立図書館は徳島中央公園内に 博物館は新町地区のビザンロープウェイ乗り場に立地していたが、1990年、文化の森オープンと同時に移転した。図書館、県立図書館の県民一人当たりの貸し出し数は都道府県立の図書館の中で最も多く、蔵書数は四国最大である。一方、徳島市立図書館は長ら規模の小さい図書館であったが、2012年に、 徳島駅前のアミコビルに拡張を移転し、施設面積は約3倍となり、内容も充実した。博物館、美術館、見学施設動物園、植物園、公園、緑地と、福島動物園は、市中心部にあった徳島市立動物園が、郊外に移転拡張して1998年にオープンしたもので、年間約20万人の入園者がある。 それに隣接すると、福島ファミリーランドは、徳島県内唯一の遊園地となっている。美山公園、徳島中央公園、西部公園は、市内有数の桜の名所であり、3月末4月上旬に、かけては、多くの花見客で賑わう。市中心部の氷炭島やその対岸の菓子は、公園や緑地として整備されて、景観の向上が図られており、春盆前にかけては、 泡踊りの練習場所にもなる新町ボードウォークは、中心市街地の活性化のために新町川沿いに建設された遊歩道であり、と、串間マルシェなどのイベント開催時には、多くの人で賑わう。普段は、静かな市中心部の公園だが、徳島市ア踊り開催中は、演舞場や、露店街に様変わりし、観客や踊り子たちでごった返すこととなる。ホール、 劇場有名な歌手、劇団、楽団のコンサートが主に行われるのは、徳島市立文化センター、徳島県郷土文化会館、アスキ徳島である。このうち徳島市立文化センターは1963年の会館で最も歴史があり、市内唯一の千人規模の公共ホールとして、有名歌手や世界的なオーケストラの徳島公演が数多く行われてきたが、 抜本的な改修やリニューアルは行われておらず、施設の老朽化や音響、設備の面での不備が指摘され2015年3月より使用停止。翌年には耐震工事や設備投資を行わず完全閉館することが決定された。そのため、徳島市は市中心部の新町西地区への新しいホール建設を計画していたがその後に白紙撤回。 2023年度までに同市にホールを建設することを決定。予定地は未定だが、収容人数は文化センターと同規模かそれ以上。アスキ徳島は四国最大の多目的コンベンションセンターであり、有名アーティストの大規模ライブや大型の式典、展示会が開催される。紫ホールは徳島文理大学キャンパス内にある音楽ホールであり、 主に大学主催のコンサートや学生出演のコンサートが開催される。廃止スポーツ施設市内には大型のスポーツ施設が集まっており、各種競技の県大会も多数行われる。ただし、市近郊の鳴門市には県内最大の徳島県、鳴門総合運動公園があり、徳島開催のプロ野球公式戦や J リーグの試合は主に鳴門総合運動公園内の球場。 スタジアムで行われる。また、市内を流れる吉野川や悪意川、勝浦川の広大な河川敷は運動場としても利用されており、野球やソフトボール、サッカーなどの試合が行われるほか、阿波踊りの練習場所にもなっている。吉野川河川敷の一部は民間ゴルフ場のコースにも利用されている。コミュニティセンター、徳島市地区コミュニティセンター条例及び、 徳島市地域コミュニティセンター条例に基づき、徳島市は27のコミュニティセンターを設置している。徳島藩は江戸時代中期より淡和三本島の生産を開始し、薩摩、佐岐と並ぶ砂糖の一大産地となった。徳島市はその集産地として全国でも最も早く大量の砂糖を入手することができたため、淡う色など江戸時代から続く。 伝統和歌詞が存在する。また、古くから比較的安価に砂糖が得られたことから、庶民の間にも砂糖を使った料理や歌詞が広がり、花嫁菓子といった風習も残っている。政治経済美術、工芸文学写真デザイナー漫画家音楽、芸能放送、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料統計資料、ありがとうございます。